だからちょっと年末実家に帰ろうかななんて思って、うん、まあ茨城なんですけど、美味しいもんいっぱいあるんだけど、お肉とか野菜も全部美味しいし、フルーツも美味しいし、何でもあるんだけど、特にご当地みたいな、もう帰ったら絶対あれ食べたいんだみたいなやつってないのね、基本的に。でめちゃくちゃ田舎だから、帰ったところで本当にやることもないし、つまんないなってなっちゃうな早く帰りたいなみたいになっちゃうな。そう、名物ってね、まあ一応納豆が有名なんですよ。でも納豆じゃないですか、別に絶対茨城じゃなきゃ食えないわけじゃないし、そんなにね大騒ぎして食べるようなものでもないし、お疲れ様です。今日は12月29日です。はい、今日はね大掃除やります。で一応ね午後3時からオンラインレッスンが1件あるんですが、それで、2022年の仕事納めということになります。でとりあえずねデータとかそういうのも含めて大掃除なんで、整理整頓やっていきますね。江戸川区のやつのイベントって、先方のアカウントから YouTube にアップしてほしいということで、とりあえずログインして、あれなんか公開しないのもあるって言ってたっけ、全部じゃないのか、全部限定公開。なるほど、これログインできないような気がするんだよな、なんとなく。なんかさ ID 入れてパスワード入れてもさ、本人認証みたいな感じでさ入れないんじゃないの。ですよね。あ、もしもし、お忙しいとこすいません。あ、わかりました。結構サイズでかいな、これ。55ギガあります。ダウンロード一晩かかるかもしれないですね。はい、じゃあまた、進展あれば。もしかしたら良いお年をということで。はい、失礼します。よし、太田さんの方でやってくれるということなんで、とりあえず、55ギガ圧縮かけてギガファイル便でアップロードしましょう。めっちゃ時間かかると思う、このアップ。洗濯終わってるかな。スラムダンク見に行って漫画の最後の試合だと思ったと4巻ぐらいですかね一瞬ですよ。おい、あ、明日もやってる。こんにちは。はい、こんにちは。これじゃない？
あー、なるほど。じゃあ今回はこれですか。でかい。おー。はい、クリーニング出してきまして、オンラインレッスンやっていきたいと思います。仕事納めですね。ほい、あ、ちょっと待ってください。あれ、行ってるな。ほいほい、あ、こんにちは。冬休みいいですね。満喫してますか。おー、いいね。あれ、おばあちゃん家だ。名古屋、何食べたの？あー、最高じゃないですか。ひつまぶしは、それはもう間違いないやついきましたね。いやー、そうだね。名古屋はひつまぶしがあったね、そういえば。あとは、まあ、手羽先味噌煮みたいなやつ。ちゃんと、なんだっけ、3段階で食べましたか？そうですね。今日、このレッスンで私は、年内仕事納めということで。お疲れ様でございます。で、年明けは4日から一応スタートかな。はい、本日のレッスンも終了しまして、仕事納めでございました。で、ちょうどね、やってたあのチェーンソーマンの曲、あれもね、一応解読というかタブ譜作りは最後までいきましたので、まあ、弾けるかどうかということはね、一旦置いといて、まあ、テンポ早いからあれ収まりのいいところまでっつうのかな。まあいいや。はい、とりあえず終了です。お疲れ様でした。一応ね、さっきの録画してたんだよな。聞いてみよう。久しぶりにこういうチェックするズームの設定。おー、メトロノームでかい。で、これと同じリズムで今度はこうなってんじゃないかな。なるほどね。いや、うん、音質はまあ全然いいっちゃいいけど、なんだろうな、レイテンシーが気になるな、映像と音の。まあいいや、年明けそれは検証しましょう。まあ ATEM Mini を通していってるっていうところですよね、きっと。まあしゃあない、後で検証しましょう。はい、動画も終わりまして、晩ご飯です。お疲れ様です。仕事納めです。はい、で、シュリンプと大量のガーリック、そしてね、お肉も大きいやつ買ってきました。バナメイエビ大、ちょっとガーリックシュリンプの作り方を調べたい。といっても、オリーブオイルでガーリックやって、そこに塩コショウやって、ドンってやって、完成じゃないって気はするけどね。一応見ますか。うん。そうね。塩コショウ、バターだって。背わたを取るって書いてある。で、これ剥かなきゃいけないじゃん。やばい。急にめんどくさくなってきた。やります、やりますよ。いや、立派なエビだな。絶対美味しいよ、これ。頭もついてたらね、そっから出汁取ってさ、トムヤムクン的な酸っぱい系のなんかさ、酸っぱ辛いなんかさ、そういうのやりたいなと思うんですけどね。あ、この皮ちゃんと取った方がね、食べやすいもんね。背わたもちゃんと取った方が美味しいもんね。大量のガーリック、オリーブオイルだ、ここに塩コショウだ。いきますか。はい、で、こう
おで最後にバターやるらしい。で肉は塩コショウで表面にやってわさび醤油かなんかに並んでニンニク醤油みたいな感じもある、ね、いろんなもうつけたり作る、うん、いちご大福用冷蔵って書いてある。え？やば、めっちゃ美味しそうな匂いする。バター、ポイしてす、はい、完成。で、これが終わったらもうステーキ。やばいね。突然のパーティー。パーティー始まります。まあ、仕事おさらいですよ、うん。お疲れ様でした。2022年、お疲れ様でした。お疲れ様でした。頑張りましたね。お疲れ様です。まあ、塩はね、塩コショウはね。食べるとき足せばいいって、うん、はい、お願いします。暑いですよ。おお、緑っぽいのがかけてあるなんか見た目あ、見た目ね、はいはい、足せばいいますか。いやローストビーフみたいなやつとかアルミホイルでくるんでやりますよ、すごい。